はいどうも、えー、大悟です。というわけで今回のテーマはですね、ベッドで一日中ダラダラしてしまう意外な理由ということでご紹介したいと思います。まあ、世の中にはね、どうしても、 ベッドからなかなか出れないって人とか、まあ、僕もね、あんま朝強くないんで、あの、わかりますけれども、ダラダラしちゃう人がいるわけなんですよ。で、これも別に寝るわけでもなく、なんかダラダラしちゃう。朝起きれないって人もいれば、結構ね、最近問題になってきてるのは、あの、寝るときです。はい。むしろ起きるときにダラダラしちゃうっていうのは、まあ、よく皆様あると思うんですが、最近結構問題になってるのは、まあ、早く寝てリラックスした方がいいし、まあ、冷静に考えたら、 明日も早いし疲れも溜まってるから、とっと寝た方がいいのに、まあ、特に何かやりたいことがあるわけでもないのに、スマホ触っちゃうとか、なんかね、あの、インスタとか、ツイッターとか見ちゃうとか、そういうことをして無駄に時間を使っちゃうみたいな方いるじゃないですか。あれ実は意外な理由があって、それをちゃんと対策してあげないと、 もうちょっとどうにもこうにもならんよというのがですね、えー、ありまして、今日それをご紹介したいと思います。まあ、ベッドの上でダラダラしてても可愛いのはですね、まあ、こういう感じでね、猫だけですね。はい。まあ、猫はね、あの、ほとんど運動しないというか、ま、ほんとは運動した方がいいんだけど、猫って1日15分とか20分ぐらいの、あの、運動とかでも十分体の状態を保てるんですよ。だから猫ってすごい筋肉質じゃないですか。で、これはもう遺伝子的に猫ってのが優れてるからなわけなんですね。でも僕らはそうじゃないんで、あんまりこういう風にダラダラしちゃうとですね、あの、猫のように美しくは生きれないわけなんですよ。じゃあどうすればいいのってことを今日はご紹介したいと思います。 実はね 先延ばし癖がある人って寝るのすら先延ばしにしてしまうっていうちょっと面白い研究があるんでえ、これをご紹介したいと思います。まあ今までも結構 D ラボだと先延ばしっていろんな原因が実は心理学的にありまして、それを結構解説してき、えー、てます、えー。昔からですね。例えば D ラボでやった放送で結構人気があった放送なんかは完璧主義と自己批判で。これが実は先送りの原因になってますよってことをですね、紹介した、えー、自分を許して即やる人になれるセルコンパッションの鍛え方って動画があります。でこれ今日は 番あのー、普通に考えたら自分は完璧にこういうなりたいもっとこんなことをしたいんだってことを考える人ほど頑張りそうに見えるんですが人間ってね 完璧主義。で、かつこの完璧主義に自己批判。こんなんじゃダメだ。この中途半端ダメだ。もっと完璧にやらないと。もっと良くしないとって思っちゃうと、結果的に目の前のことに手をつけなくなるんですよ。手をつけるのが怖くなっちゃって。で、これで先送りをしちゃうことによって、いろんなですね、やるべきこととか、今すぐでもできること。手をつけ始めなければすべての物事は始まらないのに、手をつけるということすらやらなくなってしまうっていう現象がありまして、これがですね、実はセルフコッパッションっていう、まあ自分をうまく許すためのテクニックですね。まあ人間なんでダメなところもあるし、未熟なところも 普通の人間は必ず、ね、持って,るわけなんですよてかもうみんなそうですよ不完全なんで失敗することもあるしダメなこともいっぱいあるんですけどそれを許せる人の方が。 その完璧主義で自分に対して厳しすぎる人よりも実は物事に手をつけるスピードが速いんですよ。まあ、こんなもんでいいでしょと、まあ、こういうこともあるでしょうと思える人の方が強いわけなんですね人としてね。でこれを教えてくれるのが、えー、こちらの、えー、放送になっておりますね。ぜひですね番組の概要欄とコメント欄の方から、えー、見れますのでチェックしてみてください。自分を許して受け入れていくっていうのが、えー、結構重要なポイントになってきますね。はい で、あと一応先延ばしをね、なくすためのテクニックとしておすすめの本だったら、結構有名な先生で、ピアーズ・スティールさんっていう先延ばし研究の、まあ、大家みたいな人がいるんですよ。で、この人の人はなぜ先延ばしをしてしまうのかっていう本が結構まあ前の本ではあるんですが、包、え、括、ー、的にね、参考になると思うんで、これも見てもらうといいかもしれません。あと僕が書いた本で、先延ばしする人は早死にするって本がありまして、まあ後でおすぐやるに変える心理学っていうタイトルがついてるんですが、こちらの本が今アマゾンの、えー、オーディオブックだったら一冊無料で聞けますので、本をね、なかなか読むのも先延ばしにしちゃうって方は オーディオブックだったら勝手に流しておけばね、あの、5、6回ぐらい聞けば頭に入ってきますんで、まあそういうやり方もありかなというふうに思います。はい。でですね、まあ今回のまあメインテーマなんですが、あのー、寝なくちゃいけないと。もう絶対寝た方がいいって分かってるのに、なんかベッドとか寝る前とかに掃除したりとか余計なことをし始めて、寝るのを先延ばしにしちゃう人、こういう人どうすればいいのってことを教えてくれる、えー、研究がですね、今回のメインテーマになってくる研究でございます。はい。まあやっぱり寝なくちゃって思っても、なんか、 寝ちゃうとさ、一日が終わっちゃう感じがするじゃん。だから、なんかやることなかったかなーって考えるのが、まあ、人間としての本能では確かにあるんですよ。だから、なんかなかったかなーって考えて、あ、そうだ、ちょっと片付けしようかなーって、物減らそうかなー、大掃除しようかなーとかね、明日の準備しようかなーとか、なんかよくわかんないこと始めて、で、気がついたらですね、まあ、1時とか2時とか、えー、3時とかになっちゃって、あ、また睡眠時間がなくなるみたいになることってあると思うんですけども、これ 実はですね、この現象って、世界中で今起きてる現象なんですよ。寝る、まあ、起きる時にダラダラするっていうのはわかると思うんですけど、寝る前にダラダラするっていう現象が最近確認されてまして、これを調べてくれたのが、ドレスデン工科大学のですね、研究チームでございます。はい。173人のですね、大学生を対象に行った研究でして、どういうふうなですね、研究を行ったかっていうと、全員に、あの、人間の意志の力、 自分をコントロールすする力ですねこれ意志力ウィルパワーというふうに英語では言うんですがこのウィルパワーが限られたものだと思いますかっていうことを尋ねるってことを行ったんですよ。でこれどういう意味かっていうと例えば僕らってウィルパワーが有限だっていうふうに思うと例えば 一日の間に自分が意志の力とか自分をコントロールする力を発揮できるその数が決まってるっていう風に考えるんですよ。例えばまあ、ウィルパワーがあのゲームのライフポイントみたいな、ヒットポイントみたいなえ感じだとするじゃないですか。じゃあ、ライフが100ありますという状況で、じゃあお菓子を我慢しました。はい。そしたらこうね、ウィルパワーライフポイントが10減りました。あと90ですと。うん。で、えー、取引先で文句言われましたと。ね。で自分を抑えなくちゃと。頑張って自分を抑えたと。 で、これでまた、まあ、10減りましたと。いうふうにどんどん減っていっちゃって、この、ウィルパワーポイントが、まあ、ロになっちゃうと、我慢ができなくなる、みたいな研究が昔はあったんですよ。今実はこれ覆っているんですけれども、ウィルパワーって実は、あの、有限じゃなくて、無限にできるんだよってことが、えー、結構最近の研究で出てるので、実はこれ間違ってはいるんですが、まあ実際にね、やっぱりたくさん我慢しちゃうと、どうしてもね、仕事でストレス溜まってるから、要するに仕事で我慢してるのが多い、ね、ことが多いから、日常生活はちょっと怒っちゃうんだよね、ついつい言っちゃうことあるんですよねって方、まあ誰でもそういう研究ある と思うんですがそれをこうどれぐらい、ね、経験しててるかってことを調べたでそんな研究なんですよね。はい、であのこれねなんでこんなことを調べたかっていうと結局自分のウィルパワーとか自己コントロール能力に対する考え方が夜ちゃんとねまあすぐパッと寝るかそれとも。 あの、だらだらしたかってことを左右してるんじゃないのってことをしてですね、あの考えたっていう、ちょっと面白い研究なんですね。はい。で、この研究では、実験の参加者に対して他のポイントも尋ねてまして、例えば自分がどれぐらいウィルパワー、自分をコントロールする力があると思うかってことを聞いたりとか、自分のことは朝方だと思います夜方だと思いますって聞いたりとか、あとは理想的な寝る時間、11時には寝たいとか0時に寝たいとかいろいろあると思うんですが、理想的な就寝時間が何時ぐらいだと思いますかみたいなことを尋ねていったという、そういう研究なんですね。で、アンケートが終わってから、 最後にですね、すべての実験に参加してもらった人たちに対して、10日間ほど毎日、睡眠日記みたいなのをつけてもらったんですね。で、何時に寝て何時に起きたか、睡眠の人がどれくらい良かったかみたいな、こういうことを調べて、で、さっき言ったデータと合わせたんですよで。結果何が分かったかっていうと、どうやらこれドンピシャでですね、自分の意志の力、自分をコントロールするためのこのウィルパワーが有限だと、限られていて、使いすぎたり我慢しすぎたりすると、自分をコントロールできなくなるんだという風に考えていた人は、なんと、これ、 ウィルパワーとか意志の力は無限だよねっていう風にですね、自分のね、コントロール力って無限にあるよねと、うん、頑張ればできるよねっていう風に思ってる人に比べてですね、なんと、40分から50分程度寝る前に、ベッドに入ってからぐだぐだスマホ触ったりとか、えなんかね、ネットサーフィンしたりとか、そういうことがですね、多くなったっていうですね、ちょっと面白い言及なんですよ。すごくないですかこれ。つまり、僕らは自分をコントロールする能力が、まあ、無限だと。 ね、頑張ったらコントロールできないもちろんねあのコントロールできないこともありますよ自分を責める必要はないんですけどコントロールできないこともあるんだけどじゃあ別にたくさん我慢したからといって自分のねの我慢の力なくなるとか歯止めが効かなくなるっていうことはないよねというふうに思ってる人はストンと寝れるんですけどもいやーやっぱり我慢したらねストレス溜まっちゃうし、ね、我慢してこう、ね、自分をコントロールすればするほどやっぱり自分が抑えられなくなるんだよねみたいなふうに思ってる人っていうのは 睡眠時間が短くなっちゃうんですよ40分とか50分ぐらいダラダラしちゃうかなんでこれ結構面白いポイントですよねうんで実際にこう日中のストレスレベルが高かった時ほどですね人間は寝る前のですねこうベッドの上でダラダラしがちだというですね研究もこのデータから出てるんですよすごいですよねだから要するに自分のコントロールする力に対してどういう風に考えてるかっていうこの態度とあとは日中のストレスレベルが夜ダラダラするってことを 引き起こしてるというそういうううそ研究なんですよ普通に考えたらさ疲れたりとかストレスが多くなればなるほどもうとっとと帰って寝たいって思うのが普通、まあ、人情というか人じゃないですかでも実際は逆だったんですよねだからその仕事とか日中のストレスのせいで夜ダラダラしたり無駄に時間を使うようになってしまって結果的に、まあ、睡眠時間とか睡眠の質が減ってしまってでよりですねこう仕事になするストレスが増えていってっていうふうにこう人生がうまくいかないループに突入しちゃうんですよだからストレス対策ってめっちゃ大事よねってあじないんですか、ね 解消法っていう100種類のですねあのストレスを解消するために役に立つ科学的な行動が、えー、載ってる本がありますので、まあ、これも一応概要欄の方に入れときますんでよかったらチェックしてみてください、はいまあ、コメント欄の方にも入れときますはいでねあのこれなんでそういうことが起きるのかっていうことはあのちょっとまだ科学的には完全には分かってないんですが一応研究チームの推測によるとこうなんだろう あのー、自分のをコ,コントロールする力このウィルパワーが少ないって考えてる人、えー、がが限界があるよって考えてる人ってストレスから回復する時にですねなんかこう人が結構いるんですよつまり、あのー、自分をコントロールする力ない人って、あのー、特にね、まあ、さっき言ったみたいあとはストレスが多い人って「やばい俺はめちゃくちゃ仕事でストレスを抱えてるんだもうこのストレスはそんなちょっとやぞっと迷走したりとかリラックスしたりとか猫と遊ぶぐらいでは解決されないだろう俺のリラックスにはやっぱり。 十分なそれこそ10時間近い睡眠が必要だみたいな風に思ってる人って要するに自分がストレスから解放されるまでに時間がかかるコストがかかるって思い込んでるんですよで、こうするとどうなるかっていうと あの普通にねまあこれ人間ってみんなそうなんですけど目先で簡単に得られるリラックスの方に人間って行きがちなんですよだから本当は、えー、ゆっくり寝てね、えー、体をリフレッシュしたりとかお散歩行ったりとか運動したりとかすることによってストレス対策ってのはできるはずなのにそれ時間かかるわけですよ自分のストレスが重いって思い込んじゃってるんでそうするとあリラックスするために、まあ、いわゆるこうテレビ見ちゃったりとか、まあ、スマホとかネットサーフィンしたりとかそういう風なですねこうあんまり頭を使わないそして時間がかからない手近なリラックス法に対して して時間を使っちゃうんですよだからストレスが高まれば高まるほどスマホを触る時間が増えるよなんて話をですね過去にしたことはありますけど実はそれは目先の大してリラックス効果がないことに時間を使いやすくなっちゃうっていうこういう現象がですね背景にあるんですよね。 すごいですよね。つまり自分がリラックスをしたりとかストレスを発散するには、ものすごい時間がかかると思っているがゆえに、本当にリラックスできることに手を伸ばさないで、無駄なところでですね、時間を浪費しちゃって、対してリラックスもできないみたいな、そういうことになってるんですよ。まあ、だからやっぱり疲れってなかなか取れないわけなんですよね。なのでぜひ皆さんもですね、まあ、そういったストレスを溜め込まないようにしたりとか、改善する方法っていうのを学んでおくってことは、どうやら寝る前のね、40分、50分のこの無駄な時間っていうのをですね、なくす。そして睡眠の強をくするためのに使える、まあ科学的なテクニックなんじゃない というお話でした。はい。まあでもとはいえやっぱりストレスを抱えないとか、ネガティブな感情を抱えないようにするってかなりかなり難しいです。はい。じゃあそういう場合はどうすればいいかっていうと、ディフュージョンというテクニックがあるんで、これぜひ皆さん学んでみてください。これはあの認知行動療法っていう世界でよく使われるテクニックなんですけど、自分の中にこうネガティブなことを言われて、ネガティブ感情がうわーって湧いて、うわこいつムカつくーとか、うわへこむわーってなった時に、このネガティブ感情を 最速で手放していく。振り回されないようにすると。ストレスにとして溜め込まないようにするっていうテクニックが実はありましてえ、これをですね、今日の番組の概要欄とコメント欄の方からですね、続きの動画として見れるようにえしてあります。えー、ぜひですね、D ラボの方で、えーね、あの心当たりある方はですね、ネガティブ感情を最速で手放すためのディフュージョンという動画、ぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで、えー、今日の放送は以上になります。はい。えー、っと、夜もう一回放送、えー、この後もう一回放送やると思うので、よかったらそっちらの方もチェックしてみてください。それでは、えー、また後ほどお会いしましょう。バイバイ。